ここで証しできる特別な機会に感謝します。まずはじめに2012年4月の総大会で話されたジェフリー・アール・ホランド長老の話から引用したいと思います。今日この話を聞いている多くの人の中で誰がこの例えにある許しのメッセージを必要としているか分かりませんが、自分でもう手遅れだと思い込み、機会を逃したと考え、多くの過ちを犯してしまったと感じていても、あるいは自分には才能がないと思い、家庭や家族からも神からも遠く離れてしまったと感じていても、私は証します。あなたは神の愛が及ばないほど遠くにいるわけではありません。キリストの贖いの無限の光が届かない深みなどありえないのです。私はこの言葉が真実だと証します。もちろん、すぐに変わることはできませんが、イエス・キリストの光によって私たちは少しずつイエス・キリストのようにないことができます。なぜならイエス・キリストは私たちの全ての苦しみを知っておられるからです。アルマの7章11から13節、少し長いですが読みたいと思います。そして神の子はあらゆる苦痛と苦難と試練を受けられる。これは神の子はご自分の民と神の苦痛と病を身に受けられるという御言葉が成就するためである。また神の子はご自分の民を束縛しているシモンの雨を取ったのにご自身に死を受けられる。また神の子は肉においてご自分の心が哀れみに満たされるように、またご自分の民を彼らの弱さに応じてどのように救うかを肉において知ることができるように、彼らの弱さをご自分に受けられる。さて、御霊は全てのことをご存知であるにもかかわらず、神の御子はご自分の民の罪に覆いご自分の解放の力によって彼らの尊敬を取り消すために肉において苦しみを受けられる。さて見よ、これが私のうちにある証である。イエス・キリストが私たちの全ての苦しみをご存知で、私たちがどのような状態にいてもいつもそばにいてくださるということを証しします。次の3曲目の私のそばにという曲は、数年前にコロナ禍で味わった苦しみを乗り越えてどんな状況でも主が近くにいてくださるというメッセージが込められています。ぜひ、その歌詞に耳を傾けて主の愛を感じていただきたいと思います。イエス・キリストは私たちの弱さや苦しみや悲しみ、孤独をすべてご存知で、いつも私たちのそばにいるということを明かします。すべてイエス・キリストの名によって明かします。アーメン。Thank you.
光。